はい、では続きをやっていきましょう。ピクセリグルの時あり、あーサムネ様、あーどめくまねえのかよ。いいやつに会いに行こう。聞いてくるんだあいつのこと。聞いてどうするかなんて後で考えればいい。そうですね、今はただ前に進もう。刑事らしいです。さあ、わお、ここかい。これはラストなのかな。あのいつもラス最終戦になるとあのなんか関ヶ原だなんだの出てきますけど、出てこないですね。これがラストなのかどうなのかちょっとわからないですけれども、さて、装備、武器が強くなりましたね。強くなったっていうか装具が一個当たり付けられるようになりましたね。じゃどうしましょうね。忠勝か。そうか、忠勝がいますからね。バサラ技の攻撃力を上げてみますか。今の武器って、ああ、一両とかか。そういうのじゃなくて、こう、ゲージが溜まりやすいとか、そういう方がいいんですけどね。どうしようかな。バサラゲージが溜まりやすいっていうやつってないですっけ。これ、撃破した時のなんとかですよね。ああ、きついな。あ、そうだ。今回、扇、夢心地を外してこっちをつけ、通常技ボタン、恋技ボタンで当て身行動を行う。どういうこと？ああ、これガードと回避不可のパワーアップ系か。これで挑発が短くなるっていうのはわかるんですけど、一体実際それ以外には何のこう、どういうことなのよくわからないですけど、でもこれ使うのに夢心地が使えない以上、ちょっと回復の手段がね、危ないんで。さあ、ラストなんで、どうしましょうね。家康のところに行くから三成を連れて、やめよう。サスケ。じゃあ、これで行ってみましょうか。家康のところ。お前に出会って、官兵衛に出会って、三人で釣るんで、楽しかったな。秀吉のことですね。お前を許せなくて、道を分かって、あの日々を全部合わせて今日につながっている。今ならそれが分かるよ。ああ、なんか2の舞台見た後だとなんかすごいリアルタイムというか。はい、やってまいりました。噛んだっていうか、あのすいません、2回目です。久しぶりだな。久々に打ち死にしました。ものすごい久々に打ち死にしました。正直言って、2の実況の刑事以来です。また刑事かいっていうね。もう、すいません、なんだっけ、きらめく1台でしたっけ。扇、扇外してきました。こいつじゃねえ、なんだっけ、夢心地の全然違うよ。一文字目が違うわ。に変えてきました。で、装具を、おにぎりつけてたんですけれども、バサラ技の攻撃力アップのやつに直しました。なぜかというとですね、あー、落ちた。手に入れた扇、最低です。無理です。本当にあれのせいで、大ピンチになりまくり、ものすごい赤ゲージのまま、忠勝に散々、忠勝にだんだん殺されかけ、そしてね、サスケの能力があってね、一命を取り留めたんですけれども、結局まずは忠勝を倒してから、その次に行くっていうあれをやろうとしたら、味方にですね陣を潰されまして、忠勝が逃走してしまい、その後、雷撃によって死にました。雷撃じゃなかったかな、なんか炎に当たったかなんかだったから雷撃じゃないな。とりあえず死にました。もうほんとマジバカっていうか、あの忠勝の体力が高すぎて味方が陣を潰してしまって、それで忠勝が逃げちゃうんで間に合わないです。全然忠勝の体力っていうか、まあ攻撃力とか、攻撃力じゃないね、ヒットポイントも絶対減らなくて、バサラ技4、5回ぶち込んでもダメで、だからこれは
もう一回忠勝に挑戦しても多分間に合わないです。味方に陣を潰す、味方が陣を潰す方が先だと思うんですよ。だからもう、でもなんか全然敵倒してねえな、大丈夫かな、まあいいや。なのでさっさと進みます。今回は2個目の王将は諦めます。忠勝を潰すあれは諦めます。ポッとにグダった、つなぐ気もないお見せするあれもない。もう15分くらいかかって一歩引くのをやりました。もうまずまずバカじゃないの、あの扇きらめくなんとか、あれ全然意味がわからないですけど、当て身全然ゆっくりしか歩けないし、まず攻撃しようとしても全然攻撃が届、忠勝がいるような気がする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 。攻撃が全然当たらないですし、むしろ食らってばっかでめちゃめちゃピンチになりまくって、何あの技、何なの、あれはダメですよ、あれはマジダメですわ。よいしょ、というわけで外してきました。あれは無理です、使い方が間違っ、私の使い方が間違っている可能性も非常にありますが、ダメですあれは。落ち着け、よし、戦前の誓いを思い出すのだ。やばいな、あそこの最初の陣とか潰されそうな予感がしておりますけれども、やっぱりね、いつでも幸福は受け入れる、どうしよう、戻る、命を捨てるな、戻ってもいいんですけど、よいしょ、陣を全潰ししとかないと、なんかうわい、ああそう、扉が開いたのか、何かと思った、将来の予感、それはいいんですけど、お脱年物の気配は、まあ、いいです。陣を取り返しに行きます。ということで多分カット、はい、戻ってまいりました。陣潰してまいりました。先ほど最悪の事実に気づきました。先ほど夢心地をつけてきたっつったんですけど、見てください、間違って恋文見送りつけてます。バカか私は、気になって相手は強いぞ、涙が出てきました。これはない、何やってんの私、もう久々に打ち死にしたから多分なんかもういろいろ混乱してるんでしょうね。いやーバカ、私絶対バカ、もうほんと何、私は一体痛い、うっしゃいな、本当に、あら落ちた、まあいいや、あと少しだけ登れるし、待っていてくれ、よいしょ、どうしましょうね、今回はじゃあもう王将完全無視しますか。前回ね、刑事の時にっと、あ、やばい、やっぱりね、よいしょ、もう一つの王将のために忠勝を倒してから行ったんですけど、それだとちょっと家康の出方がまた別、もう一つの方だった、別の出方の方を、痛い、また当たりそう、危ない、あれ、なんか呪われてる、夢吉だな、夢吉この野郎、ほんま呪、ここでそれはないと思うわ私、よいしょ、しかも長いし、おい、どうすればいいんだこれは、進めねー、おーい、治らないのこれ、ところ、あ、治った、びっくりした、いいよ、こっちは実は全然行ったことないんですよね、いつも忠勝を倒してから行くので、人の枠を超える気ない、お、あ、そうか、ここで集中力低下するんですよね、いつもこれこっち行かないですよ、確か本当にマジで行ったことはないですよ忠勝、はい、無理をしたらわしが泣く、さあ、いやす、お、この登場実は私自分でやってみるのは初めて、そこにいたのかって意味わかんないし、え、いやいや、おかしいだろ、ちょっと何カット入ったぞ、まずは感謝、うん、お前とわしをつなぐ絆に、そう、すべての絆がわしを支える、それがし徳川家康、はい、彼女の絆中だな、絆で天下を進める、舞台の家康はまあ2の話なので、まあゲームとかでは描かれてない感じですけど、まあなぜ秀吉を、これ話をちゃんと聞くべき、わしは恐ろしかった、
間違えたよ間違えたよ、何ほのぼのとしてんだよ、押し間違えました、もう本当に押し間違えが、やばれてみせましょう、お前の言ってることは分かる、とにかくちゃんと若干話を聞こう、まあなんとか戦いに行きましたからね、実際2でだけどな、それが茨の道とても、何、おお、ありがとう、初めていいもん持ってきてくれたね、でももう恋文ブイクは基本的に使わない、ボタン押し間違いなくいけ、どうしてなんだよ刑事、刑事やっぼ、わしの渾身を、よし、まだ自分の罪を後悔させていなかった、あいつは生きなきゃいけなかったんだ、さあバサラ技をぐるっと回ることで回避したいことで、お前は必ず三河の意地を知ることに、あれ、もう二度と会えない、ぶん殴ることも謝らせることもできないんだ、刑事不利になったらすぐにわしに伝えてくれ、家康のセリフが空気を読んでねえよ、終わり、いや、あの家康のセリフの空気の読まなさにびっくりした、わしは人なろう、終わりか、夜をも癒せる人なろう、刑事がすっげえ悲痛な叫びしてんのに、家康お前痛い痛い痛い、東に火ボス、時にはそんな幽谷もあるさ、貴殿と家康様、なんかすげえ悲しくなった、まさかあんな感情を爆発させると思わなかった、痛い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 、あらあら今弾いたと思ったのに、やめてくれやめてくれやめてくれ、我らは人だろう、そこで戦わせは来ないのか、来るよ、普通こういうところ来ると思ったのに、やめちょっと待って、もう倒せるぞ家康、いいのてか武兵隊長とかまだ残ってんだけど、なんかそれが気になってしょうがない、ちょっと回復しとこうか、これまでに殴った数は忘れてない、あ、バサラだ、本当だ、なんか武兵隊長がいっぱいいるのか、もう家康倒せるんですけど、いいの倒していいの、ちょっとよし、この辺でこの辺でちょっと蹴散らす、周りの武兵隊長蹴散らす、強くの時には死ぬ、人は弱くてもいいんだ、うん、それにしてもさっき打ち死にするとは思わなかったな、いや、おまあ忠勝だからなとは思ってたんですけど、そしてまあ忠勝で一回死んだら夢心地に変えるとは言ってたんですけれども、しかしあの奥義がマジで使い物にならないとは、さてもういいかな、サスケがそろそろ死にそうだからとっとと決着つけよう、待って、サスケが死ぬ前に弾き返しで倒しちった、すまない、すまなかった、こいつ倒す前に終わるかな、終わりそうだ、終わった、教えてくれ、秀吉は最後に何と言っていた、秀吉ずっと無言だったからな、ルビーは、安兵よ、次は何を目指そうか、え、そう言っていた、このセリフは半兵衛のこと、あ、そうか、あの時は違う、若干違うけど似たセリフだった、昔を懐かしむように微笑んでいた、弱音吐かなかったか、死ぬ間際にそれはないと思うけど、ああ悔やんでいたか、いや、それはないと思う、最後までわしに屈することなく己の意志を貫いた、そうか、あいつは自分の命を生きたんだな、お、いい夢だった、そうだな秀吉、うわー、いい話だった、すごいいい話だった、うわ
ーちょっと秀吉の最後のセリフがあれって、うわーいい話だった。はい、エンディング飛ばします。おー、なんかいい話だった。なんかやっぱ刑事がね、3で一番主人公らしいってこういうことですよね。一番いい話っていう。はい、音声全く取りませんでしたと。あれ、レベルあとちびっとに上がるのに。おお、何これ、なんか証拠をゲットした。はい、やっぱりこれで最後ですね。全7戦でした。いやー、刑事いい話だった。いや、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 本当によかった。会いに来てよかったね。ただいま。笑顔で戻ってこれたんですね。友よ、さらば、これは秀吉のことですね。秀吉と半兵衛のことでしょうね。おうつ。はい、それではこれにてリクエストしていただきました前田圭司紫ルート実況プレイ終了でございます。そろそろなんかこのリクエストのやつマンネリ化してきたんで、次何かあった時は縛りでもつけてみるか、それともそろそろ3宴でもやるか、まあなんか何かしらこれからもね、3に関してはやっていくかもしれませんので、よろしければね、見ていただけたりリクエストしてくだされば嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。